6店舗回らせていただいたんですけども、そうですね、やっぱりアニメの聖地秋葉原なだけあって、いろんな商品とかいろんなものが混ざって置いてあったりとか、フリーザでしょ、悟空でしょ、ベジータ、ベジータかなこれ、あと念願の迷路カフェにも行けたんで、それがすごい楽しかったです。おいしくなーれ、あんぷん、にゃんにゃん、はい、これでおいしくなりました。あとなんだろうな、私が今まで全然興味のなかったアニメとかもやっぱあるわけですよ。このハロルテミルクを今日飲んでみたいと思います。すごい、かわいい。なんかいろんな見せ方とかいろんな商品化したりとかで、なんかこういっぱいお店回っていくうちに、あ、こういうキャラクターあるんだとか、こういうのが今人気なんだなっていうのがすごい分かった気がします。ワンピースの T シャツ、はい、ちょっとテンション上がっちゃうなこれ、かっこいいな、まあ、漫画だけじゃなくてなんか個性とかもすごいあって楽しい街なんじゃないかなって思うんで、よかったら来てみてください。なんかみんなが探してるようなグッズがもしかしたら秋葉原にはあるかもしれませんよ。ありがとうございました。